Afternoon baseball on tap north of the border. Yankees baseball comes your way next. はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回お届けしていくのは MLB ザショー2015プレイステーション3版から田中将大先発戦、トロントブルージェイズ戦をお届けしていきたいと思います。これはですね、実際、現地8月15日に行われた、あるいは行われる予定の、ブルージェイズ戦と同じスタメンメンバーで、再現プレーということで、挑戦をしていきたいと思います。田中ね、ここまでちょっとホームランを打たれる本数が多いんじゃないかというふうに言われていますけども、ここはね、一発を一番警戒しながらピッチングの方をしていきたいと思います。まずは投球練習からですね。で、操作方法はですね、何度かこのチャンネルでもお届けしていますので、ここでは簡単にだけご紹介の方をしていきたいと思います。まず×丸三角四角×ちょっとなんか多かったな、あと R1 のこのボタンでですね、球種を選択します。で、球種を選択した状態で×ボタンを押すと投球モーションに入っていきますので、そうするとゲージが進んでいきます。キャッチャーの上のゲージですね、これがぐーっと進んでいきますので、赤いキワキワで1回で、今度は戻ってくる線、あのゲージが戻っていきますので、戻ってくるところ黄色い線の上でもう1回×ボタンを押すと、これが投球の操作方法になります。ですので、この2回のね、ゲージのタイミング、これを外さないようにピッチャーの操作をしていきたいと思います。さあ、これで投球練習が終わりですね。田中のナイスピッチングに期待しましょう。まずは第1球目からです。2球目、スライダー投げていきましょう。これはちょっとね、いい当たりですが完全にファール。マッキャンが外角ボール球要求してますね。要求通り1球外していきましょう。基本的にはマッキャンの要求通りのボール投げていきたいと思うんですが、まあ、高めの要求が来た時だけちょっとね、高めを投げるかどうか検討をしていきたいと思います。さあ、まずは1番バッターを空振り三振、そして2番のドナルドソンという。まずはストレート、際どいとこですが球審の手上がらずというところですね。これは一塁がそのまま一塁キャンパスに入ってツーアウトです。そしてバーティスタですね、ここまでホームラン27本、一発を警戒するべきバッターですね。ちょっとホームランやっぱり怖いので、低めの変化球中心で、ピッチングの方を組み立てていきましょう。カットボール外角に投げていきましょう。続いては伝家の宝刀と言われているスプリット、いいですね。ファールボールで2エン2とカウント整いましたので、空振り狙っていきましょう。スライダーです、いいですね。見逃し三振で田中はこの回無難に3人で切って捨てています。先日岩隈ノーヒットノーラン達成しましたからね、田中もぜひそれに続いてもらいたい。このゲーム上ではそのノーヒットノーランにも挑戦していきたいと思います。まずは初球ストレートが決まっています。
続いてのスプリット、これも空振りです。2球で追い込むと1球遊べるのですごく楽になりますね。ボール気味にスプリット投げていきましょう。マキアン同じ外角のスプリットもう1球要求してきましたけど、今当てられてますからね。内角にスプリットを投げてこれで空振りです。これはレフト前クリーンヒットです。ワンアウトからランナー一塁になっています。ちょっとノーヒットノーランの夢は早速打ち砕かれてしまいましたけども、完封目指して頑張っていきましょう。でですね、ランナー出てお気づきの方いらっしゃるかもしれないんですが、投球も入ってからのゲージの進み方がえげつないほど速くなってますので、やっぱりねランナーは出さないようにするのが一番ですね。これは、ナイスプレーですね。セカンドちょっとね、投げても良かったんですが際どかったので無難にファーストに投げています。ただこれで得点圏にランナー背負っていますね田中。ここは是が非でも三振が欲しい場面。ただここはセカンドボテボテのゴロに打ち取っています田中。この回も0点で切り抜けています。さあ3回の裏田中のピッチングです。初球はストレートが外れています。2球目ここはセーフティーですかね、狙ってきてそうでしたね。今ここもセーフティー狙ってきてますね。ただこれでワンボールツーストライクと追い込んでます。ここはセーフティーバントはないかな。そうですね、さあライトが追いついています。そしてゴーンです。ゴインって読むのかな、ゴーンって読むのかな。9番バッターになりますか。このストレート今勢いありましたね。92マイル出てます。このストレートもねすごくいいところに決まってるんですが、球審手上げずということで2ボール1ストライク、これはマッキャンが抑えてます。これで2アウト。ゴーインズですね。さあこれでこれが9番バッターですね。ツロウエルスキー合ってますか読み方。さあここもきっちり3人で3回の裏抑えておきたいところですね。2球で追い込んで1球ちょっと外角ボール気味にスライダー投げておきましょう。そしたら内角にストレート、これはちょっと打てないんじゃないですか。このストレートはと思ったらちょっとボール球になっちゃいましたね。このスライダーファールボール、今度は内角ストレート、内と外もう交互に投げていきましょう。これで空振り三振。ヤンキースの方がちょっと打線が湿ってますか。4回裏ここまで進んで、両者得点なしというところですね。
Out of play off to the right. It's 1-1. Here's the 1-1. うん。このストレートいいところに決まってますね。ファールになってます。これでワンボール、ツーストライクからの第4球目。スライダーで空振り三振です。そして3番のバティスタですね。And ooh, looked like a definite pitcher's pitch there on the inside, 1-1. Now the pitch. いいですね。このスプリットはキレがあります。ワンボール、ツー、それから田中が選択したのはカットボールです。これがファールボール。外のカットボールの次は内のストレート。ただここはセンター前に弾き返されています。これでワンアウトランナー一塁というところで4番を迎えますね。ここまでホームラン21本。一塁バティスタはまあ走ってくることはないかなと思いますので、バッター勝負ですね。さあこれで2者連続ヒットを打たれて、ワンアウトながらランナー三塁一塁ですね。ちょっとどうでしょう、最後に投げたボールがどうだったか。まあ甘いといえば甘いのかな。ただそんなにねめちゃくちゃ甘い、ど真ん中高めっていうボールではなかったんですけど、ね、ちょっとやっぱり中に入っていってしまっていたようですね。さあただ田中ここからエンジン変えていきましょう。ただここは犠牲フライになりますね。おお、暴投だ。犠牲フライを打たれています。田中ここで1点を失いました。どうしたどうした、ちょっとまずい守備が続いていますねヤンキース。セカンドの今の動きは何だったんだという感じなんですけどね。ちょっとね、まあ、この辺りがプロ野球スピリッツとかと比べると少しいいチープかなという感じがしなくもないんですが、さあ田中この回、1点を失ってしまいましたが、まあ、まずい守備があった、あ2回ねあった割にはなんとか最低失点の最小失点の1点で切り抜けたので、まあ、御の字ですね。そしてラビアを迎えますが、セーフティーバントを狙ってきてますか、もしかして。まあ、2ストライクと追い込みましたからね。ここからのセーフティーはないでしょう。さあここはレフトほぼ定位置というあたりですね。まあ、まずはワンアウト。そしてブライアン・ゴーン、
まずはボールが先行して2ボール。これはサード正面のあたり、がっちり押さえてファーストに送って2アウトです。さあツローウイルスキーですね。ツローウイルスキーが9番バッターで合ってますか。まずは初球ストレート、2球目スプリット真ん中に入っていきましたが、これがファールになって2球で追い込んでます。最後はストレートを低めビシッと決めて、空振り三振です。さあなんとかヤンキース打線の援護が欲しいところですが、6回の表も援護なく、田中6回の裏のピッチングです。これはレフトもライト前ですね。痛烈な当たり、ノーアウトランナー一塁という場面になりました。スロベルスキーが、ごめんなさい、1番バッターですね。違う、バティスタ、今迎えているバッターが3番バッターですから、さあこれは切れてますね。危ない、ゲッツーを狙っていきたい、手元で動くようなボール投げていきましょう。ここはただシンカー見逃し三振です。ここはですね、もう本当にゲッツーが欲しい場面ですので、これはアウトだろう。マッキャンが刺してます。さすがマッキャン、強肩ですね。出ますか、リプレイ。早いよな、投げるのが。完全なアウトですね。さすがヤンキースの正捕手というところですか。ここは田中、打球に反応よく対応してピッチャーゴロです。さあ先ほど好守備を見せたマーキャンからですが、ダメですね、ヤンキース点取れませんね。田中は7回裏80球目からの投球になります。さあこれがファールになって、2ストライクと追い込んでますね。これは一塁正面のあたり、一塁を抑えてそのままキャンパスに入ってワンアウトです。そして6番ジャスティン・スモーク、初球は内角低め膝元のストレート、これは三塁線ゴロですね。ファールです。ワンボールツーストライクから田中ストレート、これもファール、粘っていきますね。やっぱり真ん中より高いボールになると一発打たれる可能性ね、高くなってきますからね。ここまで田中ちょっと被弾が多いって言われてますから、なんとか低め中心のピッチング組み立てていきたいと思います。ここはレフトライナーですね。当たりは良かったんですが、レフト正面の当たり、これで2アウトです。さあ田中、球数90球を迎えていますが、どうでしょう、肩が温まってきたのか、コントロールを決める黄色い線がだいぶ太くなりましたね。
これはちょっと真ん中の危ないいいストレートでしたが、ファルボール。最後はシンカーで空振り三振です。守備の乱れもあって田中1点失ってますが、それ以外ほぼパーフェクトのピッチングですね。そしてようやくヤンキース1点返してくれていますが、田中、ここでマウンドを降りています。負けもなくなりましたけどね、ちょっと残念ですね、好投しただけに。さあ、試合の方最後まで見ていきましょうというところなんですが、ブルージェイズにツーランホームラン打たれてますね、ヤンキースがね。というわけで試合の方は、ヤンキース、惜しくも負けています。田中は勝ち負けつかずというところです。はい、というわけで今回は田中将大登板戦お届けをさせていただきました。いかがでしたでしょうか。次回はですね、ちょっと前になってしまいますけども、先ほどお話しした田中将大ではなく岩隈久志先発戦、こちらの方をお届けしていきたいと思いますので、そちらの方もぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。というわけで、今回はここまで。